即解析のコウです。まあ、インターネット上にはね、いろんな、いろんな仕事があるもんです。まあ、今回は闇バイトというのかどうか、どうもね、ボランティアのお願いみたいな形なんですよ。もちろん、優勝ボランティアなんで、お給料は出るんですけども、うーん。なんかね、これはね、昔ドイツでもこういうの、国策としてあったなと思うんで、それを思い出しながら今回紹介させていただきます。こちらをご覧ください。はい。 まずは応募資格なんですけども、女性を募集してます。18歳から25歳の女性。健全な子供を産める方。ね。とにかく多く産んでくださる方。1年以上行方をくらましても問題ない方。ね。どうなんでしょうかね、これは。うん。じゃあ次の画像に入っていきますよ。2枚目、こちらです。はい。待遇ですけども、完全個室。 全職支給ただし、お相手は選べないということですね。まあしかし、優秀な遺伝子を残したいという趣旨が感じられますので、まあ身長とかね、学歴とかね、容姿とか、こういったものは女性にとってストレスにならないような方が来るんじゃないかなと思います。あと2枚写真を紹介します。はい。注意事項です。必要に応じて撮影をすると。 流通の場合、この写真がね、流通する場合は、モザイクをかけますので、プライバシーには配慮されておりますと。で、性別によりお渡しできる金額は異なります。まあ、これは男性も募集してるってことなんでしょうかね。今回は、あの、応募にちょっとね、ないですけども。で、中断はできませんということなんで、まあ、途中でね、えー、なんか体調が悪くなったとか、なんか特別なことを除いては、そのまんま、あ ま、妊娠して身ごもっていただいて出産までお願いしますということらしいですね。えー、だいたい1年ぐらいで、まあ、1回の出産ということになりますので、ちょっとね、まあ、何年拘束されることになるのか分かりませんけども、その辺も最初に面談の際に決めるってことなんでしょうかあ。どっちにしてもロングランになりそうですね。3年とか4年とか。うん。ちょっと女性の体力にも、それから精神的なね、 ストレスの方にも配慮しなくてはいけませんね。で、最後の一枚です。ご応募お待ちしておりますということで、なんとなく、こう、下の方ね、モザイクかかってますね、ここね。なんかこう、公共機関とか公的機関からの闇のお誘いなのかなと。うん。まさかね、総務省とかね、うん、それから文部科学省とかが、 こういういい募集を公にかけるとは思いませんので、うん、どうなんでしょうね関連機関か特別行政法人かそんなとこなんでしょうか特殊法人なんでしょうかね、うんまあ、闇は深いということでなんとなくこの東京タワーが映ってますんでイメージとしてはね公の機関が内々に私たちみたいな。 YouTube を通じて募集しているような気がしますね。どうなんでしょうかね。はい。まあ、都市伝説の一つとして、まあ、ご覧いただければと思います。それでは。